中日は横浜に敗れ、ヤクルトが巨人に勝利をしたため5位と6位の差が 0.5 差となりました。ほぼ最下位に並んでしまった中日は、最近は先発が早い回に失点をし、後半はリリーフ陣が追加点を取られるという内容の悪いゲームが続いています。立浪監督は何を目指しているのか全くわからない状態で、選手もモチベーションが難しいところだと思います。もし来年も立浪監督が続いたら勘弁してほしいと思う選手はたくさんいるのではないでしょうか。それに比べて2軍は優勝するくらいの好成績を収めており、選手がいないわけではないチーム状況で3年連続も最下位にさせる立浪監督の負けのパワーは末恐ろしいものがあります。今の時期は来年に向けて若手に経験を積ませる必要があるにもかかわらず、相変わらずセカンドは毎試合違う選手が出たり、ファーストやサードも固定ができていないのでは落ち着いてプレーすることができません。この消化試合においても奇策を仕掛けている意味不明な立浪采配はプロ野球史上最低と言われるゆえんです。とにかく成績が物語っている通り、立浪采配は中身がなく最悪だと思います。優勝するチームというのは采配以外に神がかり的ないろいろなラッキーが重なるのだと思いますが、最下位になるチームには明確な理由があるような気がします。適材適所に選手を起用して通常の采配をすれば再開までには落ちないからです。とにかく立浪監督は一日も早く退任を表明してほしいです。今日ヤクルトの青木選手が引退をしましたが、同僚の村上が会見で涙を見せました。今の立浪監督が辞める時に泣く選手が一人でもいるでしょうか。逆に喜ぶ選手がいるのではと思うほどです。3連敗今季ワースト、借金16、DeNA に4年連続負け越し、初回福永の失策絡み、失点6回まで2塁踏めず、最後は石川昇が牽制死とは一体どのようなことなのだろうか。中日は DeNA に敗れ今季13度目の3連敗、今季ワースト借金16となった。今季の DeNA 戦は7勝13敗1分で4年連続カード負け越しが決まった。先発松葉は初回に福永の失策が絡み1点を先制されると、4回に四万塁から梶原、牧に連続タイムリーを浴び5回4失点で6敗目。打線は6回までに安打で2塁も踏めず、7回に村松のタイムリーで2点を返すのにとどまった。素晴らしい。逃げたぞ。やったぞ。再開3連覇だ。天才。立浪くんが前人未到の再開3連敗まっしぐらだ。立浪くんの再開采配はバンテリンドームでは大人気。球団は立浪くんの続投を決断しただろう。何せ、儲かって儲かって仕方がないのだから、笑いが止まらない。これで本当に続投宣言したら面白い。ドラファンの反応が見てみたい。最後の終わり方は何なんだろう。野球知らないのかなって話だよね。球団は SNS の誹謗中傷をやめてもらうのに躍起になってるが、こういう毎日でファンももう誹謗中傷するしか方法がないのでは。プロなのでこういうボーンヘッドみたいなのが毎日のようにありますが、温かく見守ろうというのももう無理な話。ここ数年弱いという長さでもない誹謗中傷するくらい心が病んでしまってるファンのケアをお願いしたいですね。逆に何も言わないファンはそこまで真剣ではないかもですよ。強打は打てなかった次の打席でしぶとく弾き返して次につないだ。藤川球児さんが以前に言っていたが、強打はたくさん失敗してたくさん怒られたから今があると。ヤクルトも最後の底力を見せているし、中日の3年連続再開も秒読みです。お客が入れば良いのではなく、勝ってこそプロのスポーツでしょうが、本当大型連敗こそないものの、着実にじわじわと借金を増やしていくな。打てないのはもちろんだけど、守りも含めてしっかりと総合力で力負けする試合がここ最近増えてる気がする。ドラフォー負けても勝ってもタオル広げてニッコニコ、勝ち負けなんかどうでもいいライトスタンドのドラゴンズファン。ただうるさいだけ。私は優勝を願ってる本当のドラゴンズファン。野球経験者の私から見ると、もっと静かに打席に立たせてほしい。ボールの音まで集中して打たないと本当にいいバッティングはできない。3番4番が絶不調、5番はヒットこそ出るが一発は皆無。これでは点が取れません。ブライト岡井辻元ロドリゲスは若手にチャンスを与えると挙げたはずなのに、スタメンに誰一人名前がない。消化試合、一体何のために試合をしているんでしょうね。やっちゃいけないことをするから点を入れられまくる。エラー、点を入れたら即失点。ボーンヘッド、4番があんな感じだから勢いはつかない。代打はボール球ばかり振って三振。ヤフコメミンお気に入りの星その1がスタメンだったから、星への炎上コメントなしのだんまり行為、まさにパターン。昨日も走塁について多数の OB から苦言があったが、昨日の今日じゃ全然治らない。特に石川は打つ能力は高いけど走塁はマイナスすぎる。ヒット打っても次の塁を狙う姿勢はない。
かと思えば意味ないところで飛び出す。ヤクルトと入れ替わって再開来るね。若手選手を中心にシーズン経験して成長してるのはよくわかるんですが、なんか端攻守全体的に役不足ですよね。シーズン通してまだまだ他チームとの差は大きいと思います。カープだけに優勢なのだけがよくわからん。県選手でゲームセットというのが面白い。今の中日はお笑い要素が多く、ついつい気になってしまう。エンターテインメントとしてよくできている。昨日も走塁について多数の OB から苦言があったが、昨日の今日じゃ全然治らない。特に石川は打つ能力は高いけど走塁はマイナスすぎる。ヒット打っても次の塁を狙う姿勢はない。かと思えば意味ないところで飛び出す。ヤクルトと入れ替わって再開来るね。若手選手を中心にシーズン経験して成長してるのはよくわかるんですが、なんか端攻守全体的に役不足ですよね。シーズン通してまだまだ他チームとの差は大きいと思います。カープだけに優勢なのだけがよくわからん。中日球団ファンは必ずしも勝つことを望んでいない。一生懸命プレイする選手を見に来ているんです。観客動員が増えているのはその証拠です。昔とは価値観が違うんです。ということで立浪監督は来年以降も続投です。これまでは立浪監督を応援してきたが、3年連続ともなれば、さすがにも交代で良いかと。井上二軍監督の昇格がいいかな。県選手でゲームセットというのが面白い。今の中日はお笑い要素が多く、ついつい気になってしまう。エンターテインメントとしてよくできている。石川、向井は成長しないな。練習が足りないんだと思います。松葉は悪くなかったけど、相手の方が勝ちにこだわって試合運びをしてるとこで差がついている。立浪は再開になった瞬間、辞任表明してください。ライトが入ったとはいえ福永の失策は痛かったが、結局松葉が打たれすぎ、野手が棚さすぎ、最後の県選手はさすがに笑えないね。情けない。ただそれだけ。エラー絡みもいただけないが、踏ん張れない先発陣。広人以外、采配含めもっと危機感持ってやらないとうんざりしてくるな。すぐにでも監督交代した方がいいよ。何やってんだか。何やってもうまくいかないね。立浪監督よ、ヤクルトはすぐ後ろにいる。もう再開でもいいから、ずっと中日に貢献したビシエドを一軍で見せてくれ。たとえ嫌いでもファンは見たがっている。いやー、なんでこんなに弱いの？で、なんで二軍は優勝争いするぐらい強いの？金満ソフトバンクと張ってるの？すごすぎだろ。メンバー片岡の時とほとんど変わってないのにな。不思議。最後の石川横浜でもやらないプレーを置いても簡単にやっちゃって、まあ通過ミス多すぎでしょ。細川や村松も目に見えないミスで失点。ベースボールの座をそんなに欲しいのか。残り試合も敵地が多く、借金が増えて20は超えます。再開決定。借金20の大台になれば監督交代かな。やめたらあかん。ドラゴンズの監督と兵庫県知事はやめたらあかん。やめないのが最大の恥。やめたら恥かけへん。最後までしっかり恥かかせようぜ。素敵な二人にはとことん恥かいてもらおう。福永は失策して失点してしまいましたが、懲罰交代はやらないで、明日もスタメンでお願いします。ファームだけど優勝争いしてるって嬉しいよね。今の2軍とやっても立浪ドラゴンズは負けるだろうね。昨日の試合で福留氏が走塁について苦言を呈したばかりで、牽制アウトで試合を終わらせる。また石川がやらかした。弱すぎる。 CS どころか優勝狙えるチームと目標ないまま消化試合のチームの差、ゲームの終わり方までみっともない。高橋宏投手以外の先発投手がことごとく大崩れしたのみのリリーフ陣まで投げ替え。もう一軍は救いようないから、若手は二軍で優勝を味合わせてあげましょう。これで再開の好になったと思う。ヤクルトに勢いが出てきてドラゴンズは失速。そして立浪監督の辞任も決定的になったのではないか。早く新体制で立て直しをしてほしい。新生ドラゴンズが早く見たい。もうこの先は上位を争うチームのサンドバックになるだけだな。ただでさえ弱いビジターならなおさら、人は吹かせてやろうという気概も見えない。とりあえず16日までは負け続けて6連敗はすると予想している。打ち込まれる先発、野手陣ミス連発、打てない細川、いつも通りのハマスタの負け方だったな。もう9月なんだから LED 照明が目に入るのなんて対応してほしかったし、ベンチはベンチでハマスタの横浜戦でたったの1点取りに行くために福永にバントなんてさせてどうすんの。もう明日がハマスタ最終試合だけど、同じやり方に固執してたらずっとハマスタで勝てないままだと思うよ。もうこうなったら落ちるところまで行きましょう。逆に若手総会で2軍の優勝争い経験させて緊張感を与えるのは違うかな。育成の場だけど形は違えど緊張感あるはず。見てました。試合展開がひどすぎる。立浪は本当に何にも考えてないんだろうな。4年前の秋は監督就任に心底嬉しかったが、今日まで時間が経てば経つほどベンチに置いてあるただの置物。挙句の果てに試合終了と同時に食い気味で親会社の中日スポーツの記事が開けられるって、
負け記事を用意してるってこと。誰が監督やっても同じ打てないのはもちろん、バントできない、守れない、先発もいない。最後の石川さんは何あれ笑い迂回は何度も何度も使ってもらえないよ。昨日あの満塁での内容でよく最後まで出してもらいましたよ。今日も使ってもらって3球同じようなボール球振って三振。ブライトも期待できませんね。明日のスタメンかワン越えでも文句言えませんよ。仕方ない、使いたい若手がいないんだから。1点ビハインドの4回に福永にバントさせるような野球はもう見たくありません。自分の延命しか頭にない監督の下で選手がやる気を出すはずもないでしょう。一刻も早く辞任発表をすることが立浪に残された最後の仕事です。試合終了同時に中スポの記事配信、毎日負け試合だから記事を書くのも楽だね。まさしくドラゴンズ銀行生の優勝争いCS 進出をかき回してくれますね。ドラゴンズファンはたまったもんではないですが、毎日無気力試合見せられて牽制アウトで試合終了って、シーズン中に辞任はないでしょうが、シーズン中に退任宣言してもらわないと不安で仕方ない。これで立浪監督のユニフォーム姿が見れるのは残り13試合かな。某テレビ番組のコメンテーターの皆さん、あっぱれあげてください。3年連続再開多分達成だろう。ある意味難しいですよ。球団としてそろそろ首脳陣の Y1も含めた来季に向けての方針を示してもらわないと、残り試合も無駄になります。立浪監督、勝負の心得読んでみてください。きっと何か良いきっかけがあるかもしれません。あ、自身の著書か。最後は石川がまた走塁でチョンボして試合終了か。情けない。最終回に森原の地面スレスレのフォークうまく運んだがな。2点返して追い上げたところで、お約束のクソボール空振り三振で勢い止めるのな。守備から何からまあ、ミスの多いことさ。監督辞める時が来ましたよ。ほんまに弱すぎ。やる気あんのか？こんな状態やったら一生 CS も無理やぞ。チーム全体の意識を変えていかないと無理やぞ。